で、えー、今回、ですね50%リノベーションのコストカットした事例作りましたこれはですね5年間かかってですねやっと行き着いた、まあ、領域だと思うんですね、えー、こちらあのご紹介したいと思います、えー、入居率80%築41年の 3LDK、まあ、いわゆる県営住宅元県営住宅の物件ですでこちらをですねリノベーションしようということで、えー、やらせてもらいました 金沢駅からもすごく離れてます大体車で40分3四4 0分か南に行ったところでもう全然人気のない地域なんですねで家賃を55平米なのに3万円まで下げたんですでも決まらないです3万円ですよ55平米 3LDK ででも決まらないもうずっと決まらなかったんですでリノベーションしようということでご提案させてもらいました 3LDK ですねこちらこちらがビフォアのタイプで あります和室、和室,和室 LDK というタイプですね、キッチンと、まあお風呂ですね、ちっちゃいですね、お風呂、でコストダウンすることを考えたんです、この6つ考えました、まずあの仕入れを下げると、自分たちであの仕入れてます、部材とか、2つ、人件費を削減、これ結構難しいですよね、内製化しない限り、3つ目、工事のする箇所を下げると、そもそも、そもそも論ですけど、 これ結構大きいですよ4つ目、廃材を使う5番目、DIY ですね自分で工事する6番目、まあ、タフな素材が後々はララコストを下げるといった意味でこの 6, 6つありますこの中で今回、力を入れたのは工事箇所の削減あとは廃材を使うとあとタフな素材というこ,この3つをですね力を入れさせてもらいました。 でまず、ですね規制概念をこう疑うっていうことをやったことあります、皆さん今回初めてやったんですね、なんせ家賃3万円ですから、普通に見積もり取ったら340万円かかるって言われたんですね、リノベーション費用、340万円ですよ、3万円のところに、かけれないですよね、投資効率ツです、なので、半分ぐらいにすれば全然やってくるということで、えーまあ、家賃アップ率も180%上げるということで。 で、壁、床、扉、あと天井、そもそも必要ですかっていうことなんです、もうここ、ターゲットをですね、単身にしました、55平米ありますが、単身にしたんですね、もうターゲットを絞って、ファミリーとかなら、壁とかいるんですが、天井とかいるんですが、そもそも1人暮らしだったら、私はいらないなと思ったんです、こま切れの部屋で住みたくないんですね、もう広いところで住みたいと。 いうことでそもそもこれをなくそうというです、ね、結論にしたんです。扉も高いじゃないですか3万4万5万しますよ。天井を作ったり壁いちいち作ったりいらないということで,でお風呂もです、ね、いろいろとリノベーションするんですが、まあ、このまま使ってくださいということでやりました。お風呂いいらうとと合わなでですすよコスト的にそうすることで 50削減できました170万まで落とせたんですね、えー、どんなものでしたかってちょっとあのちょっとお見せしたいんですけど、えーとですね、あのトランスフォームっていうですねテーマにしましたお部屋が変形するといったようなテーマで、えー、作らせていただきましたこちらです出来上がったのはですねあのだいたいあの 工事途中ですかっていう問い合わせがさっとするんですけどもあのこれでで完成形なんですこれだけ見たら皆さん,なんか生活するイメージ湧きますかちょっと冷たそうだなとかテナントの居抜き菓子かなっていう感じするじゃないですかこれ全部壊してですね照明つけてパレット置いただけなんですよ安いですこれは。 でもこれだけ見たら、ですね、多分あんまりいいなと思わないかと思うんですが、まあ、このようにですね、家具を置いて生活感を持たせると非常におしゃれじゃないですかこのおしゃれさ分かりますか結構大好評でしてですね、あの3部屋やったんですがすぐ決まりました、3部屋これが究極のリノベーションかなと思ってるんですねで、 このコスト下げて家賃があんまり上がらなかったら意味ないじゃないですかでもこれ340万かけるときよりも若干上げたんですよでも決まったんですね5万1000円一番高くやったので5万1000円回数によっては違うんですけど5万1000円家賃ですね3万が5万1000円になりましたで決まったんですねでここの面白いところは床のパレットが動きますのでお客様がですね例えばこういうふうに ダンにしてスタジアムにしてサッカー完成したりとかできます、でえー、こういういにですね友達とみんなで見たりとかもできますし、でこれなんか面白いですね、ベッドを浮かしたいと、高いところで寝たい人ど真ん中でこういうこともできますので、自分のライフスタイルをですねこうトランスフォームできる、まあ、そういったようなコンセプトのですね、まあ、お部屋作りにさせていただいています。でこちら結果なんですが えー、30日でですね満室になりまして、えー、収益アップ60%アップと、えー、いうことになっておりますはいで、えー、もう一棟ありましてですねこちらも同じく県営住宅で次は廃材を利用しました,たと要するに和室をの畳をめくると木が出てくるんですねその木もですねもう40年代の古材なんですそれをお部屋の一番メインにつけさせていただいたんですね えー、小材を再利用するということで、えー、もちろん壁、天井、床、まあ、床は4割ぐらいカットしました、えー、お風呂は捨てました今度はお風呂捨てましたお風呂がやっぱちょっと古いということでもういらないんじゃないかなということでお風呂をまた入れると高いので取って捨てました、はい、であとは小材を再利用ということでやらせていただきました、えー、そうすると同じくまた50%カットできまして 出来上がった部屋がこんな感じですねここの木が縦のこれが小材なんですね小材を利用して作っておりますで手前の方分かりますか土間になってまして床めくっただけ壁も天井も何も何もないですめくっただけですでコンクリートなのでちょっとガンとぶつかってもあのタフなんですよね減長回復もかなり楽になったかなというふうに思います お風呂はこんな感じで捨てました。もういちいちですね、つけないっていうことですねもうできるだけシンプルにやっていくということがコストカットできるってことですねあの無駄に壁とか天井とかっていらないかもしれないですよよくですね、賃貸のスタッフに聞くと 1LDK が人気がありますとなので 1LDK 作ってくださいって言うんですけど先ほどのワンルームじゃないですかドンとでも決まるんですね ただ今まではそういった探し方できなかったんですコンセプトのある探し方ができなかった今はそういったコンセプトでおしゃれをしたいお客様がそういったリノッタのホームページを訪れて探せるようになっているので、まあ、マッチングするのでこういった値段でも決まるということですね色,色違いでいくつかこう作りましたけども全部決まっておりますこちらのプロモーションビデオですねリノッ 結果ですねこの1棟、2棟ですね、県営住宅2棟で平成23年には収入が年間で1680万だったのが今現在3091万まで上がったんです。えー、と年間収入でいうと184%アップですね、えー、年間で1411万円プラスになったってことなんですね。なので、古いものは悪いじゃなくてよくできるんですね。 お金を入れてなおかつコストをカットしながら再生してコンセプトをつけて高く家賃を貸していくというやり方をしております。